んにちは、この花の寒月です。今日は、半襟付けですね、半襦袢の、いわゆるバチ襟、棒襟と言われる、半襟の付け方をご紹介したいと思います。はい、ご用意していただく道具は、待ち針、縫い針、縫い糸ですね。私はこのシャッペスパンの60番をいつも愛用してます。中にはこういうしつけ糸を使われる方もいらっしゃいます。どちらでも大丈夫です。あとハサミ、あとは半襟を外すときにリッパーがあると使いやすいので、こちらも一応ご紹介ということでいたします。はい、そうしましたら糸の長さを決めます。目安としましては、半襟を半分に折っていただいて、半分より、ちょっと10センチぐらい長めですね。でここから2つ折りにして揃えていただいて、糸は2本取りで縫っていきます。はい、そうしましたら今から、半襦袢や、長襦袢の、バチ襟、棒襟といわれる襟に、つけていく、縫い方をご紹介していきます。はい、まずは半襟を半分に折ります。このちょっと縫い代より上のところですね、待ち針で印をつけていただきます。広げていただいて、まずは襟のこの外側ですね、外側を縫っていきます。ちょうどこう襟がこういうふうにくるむ状態につけていきます。まずはこの背中心のところですね、半襟の真ん中のところと待ち針を打っていきます。半襟は、中心から左右対称に待ち針を打っていきます。だいたいここの縫い代は、2、3センチぐらい取っていただいて大丈夫です。待ち針をこのように打ちます。真ん中から左右に交互に打っていきます。端っこまで打ってしまいますと、こう縫う時ここからバーって縫いたくなるんですが、端からいっぺんに縫ってしまいますとこう釣りが出てしまいますので、半襟付けの場合は、背中、背中心真ん中から左右に、縫っていきます。で、縫い目が分かりやすいように、黒い糸で縫っていきますね。まずは背中心から、だいたい 3、4 センチの縫い目で縫っていきます。そうしましたらこのように、縫いますね。端から端まで大体3センチ4センチぐらいの縫い目でザクザクっと縫ってください。で今度は内側ですね、かぶせます。で縫い代を取っていただいて、また先ほどと一緒ですね、待ち針を左右交互に打っていきます。
そうしましたら待ち針をこのように打ちます。一番ちょっとポイントになるのがこの背中心のとこから、襟首のとこなんですが、ここの間をまつり縫いします。だいたい10センチ弱ですね、中心から10センチ弱のところまつり縫いしていきます。まつり縫いのところが終わりました。そしたら続けて、ここも3センチぐらいの縫い目を縫っていきます。ザクザクで大丈夫です。はい、これが内側を、縫った状態ですね。まつり縫い黒糸なのでちょっと見えますが、半襟と同じような色目で縫っていただいたらほとんど目立ちませんので、もう、1センチぐらいのまつり縫いでいいかと思います。あとはもうザクザクと縫っていただいたら簡単につけれますので、外側がこの感じですね。縫っていただいた後はアイロンかけていただいて、あと襟芯出ていただいて、着物を着ていただくと綺麗な、半襟になりますね。はい、これで、半襟付けの、紹介を終わりたいと思います。この半襦袢でしたら、木綿やウールに愛用できますので、お洗濯もすぐできますし、気楽に着れますので、よかったら試されるといいかなと思います。今日はどうもありがとうございました。